皆さん、油足りてます？ということで、今回は、油足りてます？という、鬼背脂豚骨醤油ラーメンというね、油 20% 増量という。まあ、俺油、あんまり足りてないかもしれない。で、こちらですね、1食 140g なんですが、カロリーが 799kcal という、約 800kcal というですね、ものすごいことになってます。無駄に、すごい。まあ、俺以前ね、鬼背脂だっけ？ラーメン屋ね、ジコンか。ジコン行ってきましたけど、あれはやばかったね。やばかったんで、これですよ。でけえ！でけえ！蓋の上によ、乗せよく温め、お召し上がりの直前に入れてください。あれ？後入れ、粉末、火薬。火薬を入れて、まあ、背脂って言うと、やっぱりね、あれですよ、二郎ラーメンですよ。ね、油、増し増し。まあ、でも油、俺あんまり、あれなんで、ラーメンに油はちょっと気持ち悪くなるんで、あんまり。入れたくはないんですけど。それでは、お湯入れまーす。ちょぼ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 。ぴったり。ぴったりかな。ぴったりだ。測ったかのように、ぴったり。はい、ということで、4分待ちまーす。はい。ということで、4分経ちました。液体スープを入れます。の前に粉末スープを入れます。粉末スープを入れてと。で、混ぜて。なんかスープやっけに少なくないか、これ。気のせい。いや、でも線の、ああ。線自体あんまり、お湯の量自体少ないんだわ、これ。なんか。よし！それでは、背脂、豆乳。うわ、これ油じゃねえか、これ。背脂というか、ただのこれ。普通のこれ油だぞ、これ。油足りてますかって言うのもわかるんだけど、完全に無色透明の油が流れても、背脂っつうか、背脂って呼ぶのか。こっちだな。問題は多分こっちだ。こっちは多分あれですよ。白濁した、あれですよ。白濁、背脂でしょ、多分。ウェイ。うわ、来たー。うわー、ちょっとグロテスクだな、これ、なんか。ちょっとあれだぞ。これはやばいぞ。なんか色が若干なんか、やばい。なんかおかゆじゃないけど、すっげえおかゆみたいな、腐ったおかゆみたいな。うわぁ。でも鬼っていうほどでもない。
ね、ジコンラーメンの鬼油にしたあれに比べると全然なんかゴミみたいな量ですけど、まあでも実際は結構結構来てるかもしれない。でももう混ぜたらさ、もうなくなったんだけど、結局熱であれなのかな、油が透明になっちゃったの。ほら、普通に、普通だよ、これ。普通のラーメンみたいになった。そんじゃ、いただきまーす。うわ、香りが。うわ。でもどことなく二郎っぽいな。二郎っぽい香りがする。二郎ラーメンっぽい。うん。ただ決定的に足りないのはニンニクだろうね。うん。なんかニンニクのない二郎ラーメンの香りがするみたいな感じ。ニンニクのない二郎ラーメンみたいな。もうあれ、二郎ラーメンって言ったらもうニンニクだからな、ぶっちゃけ。半分ぐらいはニンニクで成り立ってるようなレベルだから。あれは。うん、ニンニクないと全然物足りないね。うん。でもこれにニンニク入れれば結構、うまくなるんちゃうのかな。こってりファン待望の一杯。いやー、別に、みんな普通にオリーブオイル、オリーブオイル入れて食った方がいいんじゃないですかね。これほとんどこれサラダ油で。豚油、植物油脂って書いてある。主に豚の油と植物油脂。植物油脂ってサラダ油じゃねえの？マジで。これはね、いやでもどことなく二郎の半分ぐらいの味が出てるってこともないけど、そういうとあれか、言い過ぎだけど、いや確かにほのかに二郎ラーメンの香りがするね。うん。ラーメンイエローの香りがするわ、どことなく。うん。うん。ただやっぱニンニクがないと、二郎ラーメンマニアはちょっと、ジロリアンの僕としては、いまいち、なんか、決定的な何かが足りない。って感じ。さすがエースコック、これエースコックだよ。さすがエースコックの豚のエースコックの豚のなんだ、豚くん多分名前あるんだよ、メーカーのロゴだけあって、やっぱ豚の油使ってるの。
まあ言うてもその豚が調理されてるわけなんですけど。かわいそう。そう、関係ないけど、すっげえ関係ないけど、最近腰痛で見たんすけど、あれがすごかったね。フォアグラ？あれ？フォアグラだっけ？あれなんだっけ？世界三大珍味の、あの、鶏じゃねえや。あれ鶏だったっけ？鶏のあの、肝って言うじゃねえ。あの、肝臓か。あれフォアグラだっけ？あれ？あんま食ったことないからわかんないんだよな。フォアグラなのか何なのか。キャビアなの？キャビアは違うな。やっぱフォアグラで合ってんのか。あれのね、作り方っていうかね。あれなんで、あの、動物保護団体があれ無視してんだろうな。販売禁止にすればいい。あれほどむごいのはないですよ。マジで。むごい殺され方はなかなかないですよ。むごいっていうか、フォアグラを作るために。ね、まあ俺フォアグラ食ったことないんですけど、まあ、あれ見たらもう、食いたくないわ。食わない方がいい。多分むしろ。消費者がいるから、フォアグラを食う人間がいるから、ああいうのはね、作られるんであって。まあ食ってる人の大半はまあ、金持ちなんでしょうけど、結局金持ちの、娯楽っていうか、ね、怠慢というか、そんな感じはありますよね。確かに。まあ一般庶民は、フォアグラなんて食ったことないから。キャビアも食ったことない。フォアグラも食ったことないし。あとなんだ。ジンベエザメの卵の、あれはキャビアだ。あれもう一個なんかあった気がするんだけどな。世界三大珍味なんだったっけな。まあ食ったことねえからな。食うこともあるかどうかもわからん。あ！これスープがあれだ。すげえ、ジロっぽい。ん？これなんか、麺がゴミだったのか、これ。ああ。これ、スープもうまいぞ、これ。マジで。これ、ジロラーメンっぽい。すげえ。ぽいぽいぽいや。カンコレのあれやわ。あの、誰だっけ？夕立ちだっけ？あれ？俺、カンコレはね、あの、サザナミちゃんしかね、あの、興味ない人間なんで。早くサザナミちゃんの、あの、会に作ってください。お願いします。うん！これ、うまい！これ、スープうまいわ。あのね、あの、インスタントラーメン特有の麺だからダメだったんだ。これ、スープうまい。あの、ニンニクがない、入ってないけど、いや、それを抜きに、ニンニク入ってないってことを考えても、これはすげえ近い。あの、ラーメンイエローとか、ジロインスパイアの、あの、スープにすごい近い気がする。さあ、これ全部飲むと気分が悪くなりそうだ。俺大体、インスパイアのあの、いろいろ食ってきたけど、汁全部飲めなかったもん。飲まないもん、あれ。飲めねえ、あれ。だいたい量が多いし。うん。あ、これはちょっと、あれだな。買っておいてもらいたい。これ四つ星。これも四つ星。これはぜひね、ジロー、好きな人は、まあ、まあね。まあ、ちょっとスープだけはちょっと美味しい。美味しいかもしんないんで。まあ。これ美味しいわ、スープは。さあ、麺がゴミだけどな。麺のあの、
インスタントっていう麺だから、もうダメなんだわ。やっぱ、二郎は、極太麺のね、あれがいいんですよ。麺をまともにしたら、これ絶対美味しいと思う。ということで、ごちそうさまでした。四つ星です。それではご視聴ありがとうございました。